オメガは再起動しています。アルファ版構成ゲノム再構成始めました。エクソン時間確認。延期列行動8億5千12億、凄まじいスピードです。アルファ版から中央電脳ラジエルへアクセス確認。セグレット展開回避。緊急攻撃遮蔽実行。拒絶されました。広範囲にわたってパラダイモン線進行。艦長、手動で警報を切断しろ。了解、爆発ボルトを使用します。爆発ボルト、バージ確認。ダメです、効果ありません。オメガはなおも進行中。止まりません。核艦船 98% 占拠。自立航行システム、パースの高速言語にて干渉。移送空間の術、書き換えられています。エルゴ領域拡大。ご信頼に内部地平面形成。空間転移モードにショットします。アルファ版から転移座標コード発信を確認。座標入力されました。 NZ128、 EZ061。 完成です。奴め、このまま進行するつもりか。機関室、非常制動プラグを強制注入しろ。機関室、機関室。シャトルへの避難を優先する。退避完了次第順次発進。これより本艦を放棄する。君たちの退去したまえ。再開命令だ。本艦は全乗員が速やかに北半球に位置する大陸イグニス。世界最大の広さを持つこの大陸では、二大国家の争いが数百年にわたって続いていた。大陸北部一帯をその領有とするキスレブ、大陸南部の砂漠地帯を領有とするアヴェ、両国間の長きにわたる戦いは、その大元の火種すら人々に忘れさせ、いたずらに争いと悲劇を反復させるだけであった。慢性的かつ惰性的な戦はやがて大きな変化を迎えることとなった。太古文明人の遺跡から発掘される道具、兵器の類がこの世界の文化の保存を司る教会によって回収されたからであった。両国はこぞってこれら遺跡を発掘、教会に回収させ、斧が戦力としていった。
遺跡から発掘される兵器の数々は戦いのあり方を大きく変えた。両国間の戦争の勝敗は人対人ではなく、ギアアーサーと呼ばれる遺跡から発掘される人型機動兵器同士の戦いによって決せられるようになった。一進一退を繰り返していた両国間の戦況はやがてキスレブの優位となった。これは埋没する遺跡資源の量に大きな差があったことが最大の原因であった。そんな折、イグニスの地に突如謎の軍事組織が出現した。組織の名はゲブラー。ゲブラーはアベとの接触を図った。軍事組織ゲブラーの助勢を得たアベは劣勢に追い込まれていた戦局を五分にまで回復させた。勢いに乗ったアベはキスレブの領有を次々と奪い、なおその侵攻の手を緩めることはなかった。キスレブとの国境線にほど近いアベ辺境ラハン地区。すべてはここから始まる。始まります。始まるよ。始まります。皆さんこんにちは。匿名希望と申します。今回は1998年、スクエアから発売されたゼノギアス。ハードはプレイステーションですね。ディスク2枚組、裏 FF7 なんか、そんな風に言われてだいぶ人気の高いゲームで、僕はもう小さい頃から何周もしているゲームです。今回は、実況でコレクターズアイテムなど集めて、完全攻略とまでもいかないですけど、紹介していきたいなと思っています。ではね、早速なんですけど、オープニングの映像をこうパッと見ね、機動戦士ガンダムかなと、そんな香りを醸し出していたと、思いますけど、でも実際この村の雰囲気全くそんな感じしないですよね。まあその理由もゲームを進めていくうちになんとなく分かってくると思います。
では、早速進めていきましょう。そうなのよね、このゲーム大きな国と国の間で戦争が起きてまして、キスレブとアベで、どちらもギアという、まあ、大きなロボットを遺跡から発掘して、それを教会という組織が回収して使えるようにして、でそれで戦争をしているわけなんですけども、まあ、なぜ遺跡からギアなんてものが出てくるのか、遺跡ってもうちょっとなんだ古墳とか埴輪とかそういうのじゃないのか、そう思う方いらっしゃると思います。なんでギアなんてすごい文明の産物が遺跡から出てくるんだと、まあそれもおいおい分かってくると思います。はい、ちょっとグダグダうるさいですけど、あれですね、初めてなんで何を喋っていいかっていうのがこうまとまってないですね。で進めていきましょう。まずこのフェイが、絵を描いていたこの部屋、実はここはまあいろいろとギミックというかイベントでもないか、仕組みがありまして、仕掛けがありまして、こう絵の前で丸ボタンを押すと絵を見ることができると。これね、意外と素通りする人もねいるんじゃないかと思います。ふむふむ、よいしょ。これね、四角ボタンがジャンプだからね、三国無双で慣れてるとちょっとやりづらいんですよね。でここはですね、ベッドの下にへそくりが200ゴールド、チャリン、休みません。で次がですね、ここか、樽の中に何かアクアソル、このアクアソルというものはですね、アイテム見てみましょう。これヒットポイント回復50、まあファイナルファンタジーでいうとこのポーションですかね。アクアソル、ソルって何かよくわかんないんですけど、アクアソル。でもう一つ、ここを見えます、これ、ここに蜘蛛の巣があるんですけども、ここでジャンプをすると蜘蛛の巣が手に入ります。これは後々蜘蛛の巣使うことになるので、大事に取っておきましょう。であとは特にないかな。樽調べて、アクアソル2個取って、へそくり取って、クモの巣取ったから、あとはこのおばちゃん、おはよう、あ、お手伝いさん、雨の日だったみたいなね。村長リー、この人がこの村の村長です。そう、フェイは小さい頃にこの仮面をかぶった黒いフードの男に連れられてこの村にやってきました。それが今じゃこんな元気でたくましくなって、うん、はい、感謝しております。こんなね大きくなるまで、ちなみに設定だとフェイは18歳です。身長177センチ、体重67キロ、得意武器剣法、拳で戦う18歳、177センチ、大きいね。では、2階違う、ここが地下だから1階に上がってみましょう。ここが、1階です。まあ、いろいろ話しかけていきましょうね。
これ話してる途中も動けるんですよね。はい、わかりました。しません。あとはこの辺。うん、アルルのおじさんが、アルルがお嫁に行ってしまうと。ティモシーのお父さん。村長。ギャールフレンドの一人や二人、家に連れてきたらどうじゃ。二人はダメだよ。おじいちゃん、毎日のように二人となんだよ。ゲフン。はい、ごめんよおじいちゃん、邪魔しないよ。この男前な二枚目がティモシーです。うん、という会話になったので、アルルにも話をしに行こうと思うんですが、その前に、この村はですね、まあ物語の都合上すぐにこう戻ってこれなくなってしまうんですね。ですがこの村自体にいろんなイベントがすでに、隠されています。それを一つずつ、お見せしたいと思います。まず1個目、出ようとするとちっちゃい子、これがアルルの妹のダンです。弟のダンです。男の子です。なんかこうね、随分と幸せそうだね。物語序盤からなんだか暖かい空気に包まれているよ。さあでは、村に出て行っていろいろなイベントを見ていきたいと思いますが、パート1はこのぐらいで終わりにしましょう。そういえば言ってなかったですね、一番最初にね、ゼノギアス実況パート1始まりとか言ってなかったですね。あ、慣れてないね。ではこの辺りでゼノギアス実況パート1終わりにしたいと思います。次回パート2でラハンの村、あ、そう、この村ラハンって言うんですけど、ラハンの村いろいろと回っていきたいと思います。それではどうもありがとうございました。失礼いたします。